どうも、こまでーす。明けましておめでとうございます。毎年恒例、1月1日、今年初めて Steam で発売されたゲームをやっていこうのコーナーやっていきましょう。去年はね、スパイダークイーンケーブっていうもう超大当たりのゲームだったんでね、今年もちょっと期待していきたいんですけど、タイトルは星のなっちゃんっていうゲームです。ね、手書きやな。去年はもうフル 3D のホラーゲームやったけど、今回ちょっと柔らかい 2D のアクションゲームっぽいですよ。それではやっていきましょう。腰のなっちゃん。画面小さ。あれ？これ、画面の大きさ変えられへんの？オプションで。マジか。この小さい画面でやんの？きっついぞ。まあ、この小さい画面でやるか。それではやっていきましょう。星のなっちゃん。多分ロックマンみたいな簡単なアクションゲームだと思うけどね。はい。セレクトルート。もう1面か2面選べんの？どういうこと？ん？あ、これなんか、なっちゃんが、こっから上行くか、上ルート行くか、山の先から下ルート行くか、なんか選べんな。どうする？どっちでもいい。死ぬほどどっちでもいい。じゃあとりあえず A ルートは1ルートでいきます。イェイ！なっちゃんかわいい。ルート1、ステージ1。さあ行きましょう。おぉ。安っぽいぜ。ちょっと待って、動き方めっちゃ、独特や。今、右ボタン押します。走り始め、ちょっと待って、めっちゃ滑る、めっちゃ滑る。なっちゃんめっちゃ滑る。今、右押します。せーの。ほら、遅くない？これ結構癖あるぞ。めっちゃ滑る、めっちゃ滑る。表情、氷の上歩いてるかのよう。空中でも滑るし、何これ。挙動が結構、怪しい。それ拾えへん。上の、そのコイン拾えへん。星拾えへん。よし、ナイス。ナイス、なっちゃん。なっちゃんは星を集めてるんかな？はい。もうあれやな。BGM が、思いっきりカービィ意識してるね。パクリとまでは言いませんが。星のカービィ、スーパー、敵いる。ドクタースランプ、あられちゃんで見たことある。ちょっと年バレる発言してるけど。ニコちゃん大王みたいなやつ、じゃない？顔がきついになってるやつ。はい。いいよ、なっちゃん。おー、なっちゃん食らっちゃった。なっちゃんごめんね。なっちゃん、それ何持ってんの？棒？そこら辺で拾った棒武器にしてんの？今何拾ったなっちゃん。今なっちゃん何拾ったん？グラフィックじゃわからん。空中で止まれへんし。空中でも滑るからな。謎すぎんねんけど。これチェックポイントかな今のは。はいはいはい。それなんなん？それ海外デブ？鳥かな焼き鳥かな。はい。よ、ジャンプ。おー、滑る。なるほど。一定以上右ボタンを押しとくと走るんや。これは？なっちゃん、これは？これは自販機？なっちゃん？なっちゃんかわいい。なっちゃんかわいい。なっちゃん。これ分からへんわ。自販機かな。やっぱお金なかったかな。これゲームクリアか。扉や。あ、上ボタン押して入れたかな。いや、でもそういうわけでもないな。いやー、おお、そうやってなんか、アイススケートのように敵を滑らすこともできるのね。いいねー、なっちゃんいいよー。ダメージ買っていくよ、なっちゃんいいよー。おお、いいねー、スピーディー、なっちゃんスピーディー。おお、ジャンプ。ハトリ取って、おお、ちゃんと踏むこともできる。さ、チェックポイントを無視する。なっちゃん大胆。なっちゃん大胆すぎる。おっち、左。そう、扉の中入れるやろ。これは隠しルート。おー、いいよー。はい、はい。いいですね。ウィー。なっちゃん、この、声が若干のぶといねんな、なっちゃん。はっ。そんなところも可愛いよ。わっさ、パクフラワーいる。マリオの影響も受けてるわけね。いいよ。さあ、一応ショートカットやったかな。このステージ、チェックポイント全部無視してる気がするけど。まあいいでしょう。操作性悪いね。なっちゃん、走り出す操作性悪いからさ。うわ、それ当たるのはないわ、なっちゃん。なっちゃん！いや、なっちゃん。ふい。オッケー。あれやな、去年に比べたらちょっと外れやな。こういうのもなんですが。もうちょっとストーリー欲しかった、なっちゃん。なっちゃんは一体、何を目的にが、お、これはワーブスターか。はーい。はーい。何今の。
のちゃん、もうちょっと喜ぼう。すべてイエーイとか言ってほしかったわ。お、リザルト。はいはい。めっちゃなんかファミコン時代思い出すゲームやね。この令和の時代に。令和今何年や、令和5年か、この令和5年に。あ、 BGM 変わった。 BGM はなんかこだわり感じるね。いいよ、まあ、ということでね、年越しになりましたけど、皆さんは年越す時何してましたか？小村さんはポコピーの動画生放送を見ながら、小村さんはポコピーの生放送を見ながら、ちょっとね、これ若干難しいんだけど、はい、よいしょ。おいおい、これ助走つけて加速した後に行くんやな。よく見たら下に加速ゲージみたいなあんな。これマリオ3をちょっと意識してるんかな、もしかしたら。加速ゲージ、あの、青より先行ったら猛ダッシュになるんやろね。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。いや、年越しの時はポコピーの生放送を見ててね、カウントダウンしてましたよ。カウントダウンはしてなかったけど。見ながらセレステしてました。だいぶイライラしてた。セレステがうまくいかなくて。ミスりまくって、だいぶイライラしてた。ミスするたびにもう、マジかよって言ってたから。まあそんな年末を過ごしてました、小村さんは。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。これは、隠し色なんか拾ったね。なんやろ。ウィッチアップかな。さあ。で、今ね、年越して深夜の1時半に、このゲーム録画してるんですけども、これで寝て起きたらね、新年のご挨拶やめんどくさいねんな。毎年毎年小村家さ、ちょっと早起きやでな、1日って。朝の7時ぐらいにちょっと小村ご飯できたよって、いつも朝飯ってもうみんな自由にしてって感じやねんけど、年末年始の時だけはなんかみんな集まって年始の挨拶みたいなしながらみんなでご飯囲む食べるんよ。あれがちょっとめんどくさいよね。だいたい、じゃあ今年の抱負はとかいう話になんねん。何も考えてへんわ。今年の抱負とかな。今年の抱負なんて決めてもそんな。1ヶ月後にはみんな忘れてるやろ。そんな1年もそんなさ、目標を心に誓って覚えてることなんてなくね。もう去年の言うとか覚えてへんもん。お父さんお母さんが何言ったかも覚えてへんしな。臭いなっていうのはあるよね。今のうちに抱負考えとくか。お父さんお母さんが喜びそうなこと。あ、なんか自炊でや。全くする気ないけど、一人で自炊できるようになるって言ったらお母さん喜ぶかも。はい。あ、コモラやっと大人になる決意ができたのねって。はい。はい。はい。さあステージ3行きましょう。ちょっとなんか夕焼けっぽい BGM やね。 BGM はいいな。わって言っちゃったけど。BGM もいいね。 2D アクションでありながらちょっと独特な操作性っていうのはちょっと印象に残りやすい要素。なっちゃん、ステータス画面の手前出てくんの出たがりやな、なっちゃん。なっちゃん出たがり。マリオですら一回飛び跳ねて終わるのになっちゃん、ステータス画面の前出てくるから。なんかうちね。このレインボー野郎がいるせいで若干狂うねんな。一回倒して、戻れへんのか。腹立ってきた。なっちゃんちょっと腹立ってきたわ。この時点で下がる。あかんかん。コーギーモーション入ると前の方になんか滑っていっとるなっちゃん、実は。これトラップやな。敵と配置とこの滑るっていうシステムがいい感じにコンボ技してくる。いい感じにコンボ決めてきとる。学習しろなっちゃん。そんな見せるところじゃってなっちゃん。てんてれんてんててんててんてんててんててん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 。おいよ。はい。そういえばさ、今日さ、飯食ってる時に、お年玉のお金、小村そうそう準備しときって言われてさ、あ、マジか、もうそう準備しなあかんかって思ってさ、一応1日に親戚連中が、うちに集まるんで、子供たちの、ダメージ確保、いいよ。これはちょっと難しいな。マジで足滑るから、足元一マスだけっていうのはなかなか難しいわ。お年玉用意しなあかんなって話になって、
ね、親戚って子供って今何人いんのって聞いたよね。家に来る親戚全員、まあ、最大で7人来るって話だったよね。7人かって、まあ平等に全員同じ金額にはしようと思ってて、いくら入れんのって聞かれてさ、まあ、7人いるから1人1万入れるから7万かなって言ったよね。まあ割と奮発するんやけど、小村さん今度ちょっとカッコつけたくなるやん、大人って。おじさんちょっとカッコつけたくなるやん、そういう時。こういう時ぐらいしかカッコつけられへんからさ、小村さん喋りもしへんから。無口なあのイケメンのおっさん、なんと金額1番も包んでくれるお年玉で、ね、お財布事情もイケメンやんって思われたいやん、多少は。1番包むかって言われたら、それはあかんって言われた。まあなんであかんねやろと思うやん。別にええやん、1番ぐらい包んだったら。みんな大体小学生以下やねんけど、ちょっと高すぎるって小学生にはって言われてさ、まあなるほど、じゃあいくら入れたらええんって言って、私たち3000円包むからコブラは2000円にしてって言われたよ、ね、お前らがカッコつけたいだけやねんと思った。だって母子も父子もがさ3000円包んで僕が1枚やったら、ちょっと母子も父子もがカッコつかへんやん。母子も父子もがカッコつけたいがために、僕は母子も父子もより1000円低い値段包むことになりました。だから1人2000円です。わあ、1人2000円、7人やから14000円。ただそのね、なんかゲームオーバーになっちゃった、さすがに死にすぎたか。だからもう今日飯食った後、封筒に2000円ずつ入れるっていうのをね、手作業で丹精込めて作ってたんよ、お年玉袋を。飛んで、ふぶ、いいよ、滑れた、これ結構難しいから。7袋うち1つだけ3000円入れたった。さあ誰が3000円当たるかなっていう、誰も気づかへんサプライズをね、なんかしなきゃやっちゃった。これさ、気づいてくれるかな。え、これどうする、この状況どうする。ダッシュで右上飛ぶしかないよな。ライフも2やぞ、危ないぞ。ちょっと上の火花だいぶうざい。勢いつけて、ああこうなるな、なると思った。いや下ルート行ったらあかんな。ここ今日お風呂入りながらヤフーニュース見てたんよ。そしたらなんか神社の初詣でやってはいけないこと3選って書いてあったよね。この3つだけはまあマナーとしてはやってはいけないので覚えておきましょうみたいな。お賽銭の音わあ。コマさん下手すぎひん。え、なっちゃん、なっちゃん飛んでった。なっちゃん飛んでった。もう一つニュースがあるとすれば、ヒカキンさんが結婚したみたいですね。なんか年越しの時に発表しますって言うてて、発表ってなって、ね、何発表すんだろうと思ったら結婚ってね、結婚しますじゃなくて結婚しましたやったかな。そういや、もうすでに結婚してたんやね。あお、こう年越しっていう節目の時まで隠れてやってたから。なっちゃーん、その回あってか、あれやろ、同説120万いったんやろ、年越しの時に。すごない ?120 万って。羨ましいね。痛い。もうダメージとか無視よ。もう無した方がええわ。よし、なんとかクリア。はい。はい。ごめんな、なっちゃん。ちょっとゲームオーバーなんかになっちゃったね。ちょ、真面目に行くわ。こっから一撃も食らいません。任せて。ちょっと今のステージは、なんか、喋るのに夢中になりすぎた、小村さん。真の実力見せるわ、こっから。ルート1、ステージ4。お、ちょっと難易度上がってきたっぽくない?ボス戦っぽいやん。ちょっとこれきついぞ。ノーダメージきついぞ、さすがに。うわー、当たるか。くそ。あかん、油断すな。右上、いや、ええな。これは、クリアに関係ないな。これは、ゴリ押す。先に進む。僕が見てるのはゴールだけや。いいよ、なっちゃん。走れ、なっちゃん。なっちゃんのモノマネ。今年は僕、なっちゃんのモノマネで行こうかな。なっちゃんモノマネ VTuber で。あれ、拾える？いいよ。これだ、ポイントもらえるだけかな。このゲームでボス戦とかあるんかな。なんかなさそうな気するよね。危ない。マクロクロスケが飛んでくる。こっちゃうんか。ちょっと迷路になってるのね、このステージは。はい。あ、これ貯めることできる。
意味があるかわからんけど貯めることできる、うん、あーこれどこ行ったんやろ、謎やな、謎が謎を呼ぶせ、あこの先でも行けそう、たたはふふ痛い、たたたた痛い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 、ふいリフシールド、リフシールド、リフシールド、おー当てかせる、さすがなっちゃん、いいよ、はい、たいいですね、なやつ優しそうな顔しやがって、中学時代で小村さんあんな顔してたわ、多分顔から優しさが溢れてるって僕言われたもん、教師に、担任じゃなかったな、数学の教師に、お前は顔から優しさが溢れてるって、ああそうですか、ね、だからしっかり授業受けろよってだから注意されてるタイミングで言われたよな、顔に優しさ溢れてるけどお前の授業態度は悪いって言われたよな、多分よく寝るせ、よくね、なんか授業中寝ちゃうせ、よく授業中寝ちゃう生徒だったんですよね、跳ね返す跳ね返す、踏める踏める、なっちゃんいける、うん、よし踏め、いやー踏んだらあかんな、逆にダメージ受けてんな、いやこれは攻撃するしかないか、近づいて、うん、ちゃうな、なんか方法があるはずや、うん、頭が弱点か、跳ね返したけど跳ね返したけどダメージ通ってるかが分からへん、いやどう攻撃方法が分からへんの、尻尾か、尻尾の紫部分か、うーん飛び越えられへんか、ペンペンペン、こいつ何これ虫でもないよな、何やろな、どういう生き物なんやろ、まあ、基本このゲームなっちゃん以外どういう生き物か分からんけどさ、ふはははさ、少しずつ攻めていくんだっちゃん、いけるか、さダメージ食らってる、いやこれは弾を弾き返してるだけやからダメージいってなさそう、クソどうすればええんや、今のダメージ食らってる、それうわ分かんねえ、分かんねえんだよな、ちょっと上側に誘導して、はい跳ねかれへん、跳ね返るときと跳ね返らへんときの違いが分からへん、切っ先で跳ね返ったら跳ね返せるんかな、なっちゃん若干ジャンプするとき空中で止まるのすごくない、ルローニケンシンであったよな、こう飛んだときの空中の最高点で人の体は一瞬停止する、この瞬間これ停止してるやろ、この瞬間にもう一回ジャンプすることで二段ジャンプできるって意味わからんこと言ってたよね、あちこれ踏むことはできるやろ、踏んでとりあえず裏回ったらどうなる、逃げることできんもんな、あーオッケーオッケーオッケー、おお大嫌い大嫌い、頭が赤くない時に踏んだらええんや、で今頭ガードし始めたな、あのガードはどうやっとるんや、どうやっとるんや、にゃばばばば、誰の声、今誰の声、今のタイミング、いいよ、さあこれでなんか帽子かぶるから、これ踏んだらいい、もしかして、うん、あちょ下手くそ、うん、あ踏んだらあかんか、跳ね返すんかな、やっぱ跳ね返してうまい感じに帽子に当てたらいいんじゃない、上の方飛ばしてきて、うまい、あー惜しい、めっちゃ惜しかった、もうちょい手前か、はい、あー違うか、なんか違うんやな、なんかシャボン玉みたいな飛ばしてこようになったけど、それは関係してるか、はい、うん、どうすんねや、やっぱ踏むしかないんか、踏むぐらいしか、あー、ダメージ買ってる、ダメージ買ってる、オッケー、セクシー服脱ぎ始めた、次は腕かな、ん何してんのこいつ、何してんの、それ攻撃それ攻撃、何してんの、ん何が正解か分からへん、踏んでいいのかい、うん、おー踊り始めた、どっちどっちって、前後ろどっちって、どうしたんや、
飛ぶ、うん、あ無理か、さよなっちゃん、パッパッパッパー、はい、最初踏んで次は跳ね返す、手でガードしとるから手を上に上げさせてから跳ね返すな感じだ。オッケーオッケーオッケー。別に服狙うんでいいんか。あれ、弾出してくれやん。いや、出してこいか。どうしたらええんやろ。これ普通腹殴れへん？無理か。あ、オッケーオッケーオッケー。頭弱点だね。わかりにくい。おぼっくそご利用したったわ。オッケー。ナイスなっちゃん。いいゴール。イェーイ。はい。はい。気の付けた返事。さあ。これでクリアかな？もしかしたら。ワールドマップ的にはこれで終わりやった気するけど。お！完全クリアということで。はい。ありがとうございます。27分かかってる。お！エンディングあるんや。ディスコア、ハイユラということでね、まあ、今年一発目の動画はこれになったということで、まあまあ、2D アクションゲーム。懐かしい気持ちになるゲームではあったね。星を集めたんかな、なっちゃんは。なんか悪い奴らに星盗まれたから取り返しに行こうみたいな、そういう星のカービィみたいな物語やったんかな。まあこんな調子で2024年もまあ去年と大きく変わることはないと思いますが、ゲーム実況やっていくと思うのでよろしくお願いします。まああれね、今年はそうそう、コウボーイランちゃんの 3D データとかもらったから、ああいうのちゃんとね、せっかく受け取ったもんやから使っていこうと思うね。おお、なっちゃん、なっちゃんめっちゃ喜ぶやん。脱いだ脱いだ、わからんわからんわからん、わ、なっちゃんわからん、それ。なんで脱いだんや。謎ダンスを披露したね。ザ・エンドってね。